一番大事なことはやはり見に来てくださった方々が何かしら感じて帰っていただけるようにすることが最大の目標。私の踊りってもっと体の中にこうなんかエネルギーを充満させて踊るものだと思うの。アリスちゃんはさ、ちょっと空虚な感じがする。おはようございます。無理に入らなくてもいいですけど、今日バンさんに下見をしていただきますので、よろしくお願いします。お世話になります。で、伊沢さんです。伊沢俊さんです。今日お願いいたします。全部振り渡しをしたんですけど、私それ全部書いてある。それ私しか分かんないですよ。私にしか、だからカウントっていうか音楽のカウントの数を書いて、そこに振りを覚えて自分で書いていくわけですけど、いいんですよ。結構大変な作業なんですよ、これが。最初にやる作品はこういう風にしてます。比較的大変なんだけど、全部数と振りと全部合わせて、こうやってひたすら、これ2幕分ですから。そうなん、2幕分ですから大変です。終わりません。こんな感じでずっとずっと、もうこんな感じです。どっちかっていうとこうバレエっぽい動きは少ないって言ってますね。そうですね、トウシューズを履くのがね、コゼット一人だけなんです。なので、黒いシューズみたいな。そうなんです。これジャズブーツって言いまして、ジャズのダンサーが履くシューズなんですけど。なるほど。じゃあここの黒いの履いてる人たちは、はい、こちらこうつま先で立つ動きみたいな、じゃなくて全部それよりも、まあ、指を使って激しい動きですね。結構今回はお芝居の要素が濃いから、本を読んでる方でないとなかなか分かりづらいところがあるので、ちょっとその辺のご意見があったんですよ、2年前に。なるほど。なので一幕をちょっともう少し分かりやすくしようと思って今回変えるんです。装置も若干道具も新しく作ったりして、これこそ本当に日本ガイドいるなと思います。じゃあ音入ります。ここから出ます。かなり人数多く出てきます。今回はアーチをこう回ったり出たり入ったり、
車が出てきます。上手から下手に馬車だけは移動します。ジャンバルジャンはセンターに残って、ここでジャンバルジャンが現れます。もう取っても一目散に行けるように計算しとかないと待ってたらおかしい。ようちゃんがまあパン屋さんです。はい、ようちゃんのとこに パンが入ってます。あとはまあお花だったり果物だったり。かけられて入ります。ペナルディエにぶつかって、でこれは今までと同じように、ちゃんとレミちゃん出ていいよって、うん、遅いよ今の。振り返りが早いんだね。もうすでにパンを盗んだのでっていう体で出てきます、はい、この時ジャベールは盗んだことまだ知りません、はい、後ろからアーチの下をジャベールとケンペイ2人が、ケンペイが出て、これが変更点、ケンペイが出てきます。でケンペイはこの曲の最後までこっちのアーチとこっちのアーチの下で立ってます。これケンペイ出てきました、はい、ここであの音がパンを盗みましたって。
りました。でここでジャベールがここから出てきます。実際みんな6人はもうちょっと離れていいと思う。あんまりくっつかないで。出ませんけど、引っ張り切ったってことで綱はこうなってね。階段上がります、はい、上から見下ろしたら砂漠、はい、砂漠が降りました。で、あのテーブルには布が、あ、そうですね、クロスが、はい、で銀食器が載ってます、はい、でワインボトルが1本、はい、ワインピッチャーでもどちらでもいいですが、はい、あります。ジャンバルジャン歩き出します。明かりがつきました、はい、そうそうそう、で、消えました、はい、つきました、はい、
ちょっとえっていう感じを出してもいいかも、うん、やりすぎちゃいけない微妙なとこだけどもうちょっとやってもいいかも。ジャンバルジャンが仕込みます足元に。こっちはエアーです。一度ここで後悔しますが、教会の窓枠が出てきます。カバン、はい、ね、こうして、こうして。
工場長。移動させます手紙を出します。これ催促の手紙です。されます。工場長が向こうへ行けってやりました。笑いました。暗転になります。そろそろ階段の上に出てきます。気をつけて。頼みます。
そこは吉田君が。そうそう、状態がボヨヨンってならない方がいい。レコちゃんかな。手の高さが全然違うな。入りすぎちゃダメだよ。うん、いい。もうあの二人が出たり入ったりあるね。前川さんとレナちゃん。うん。うん。あ、花ちゃんか。ごめんなさい。あ、花ちゃんの味。